私、ライフサイエンス統合データベースセンターというところから参りました中里です。私は次世代シーケンサー NGS と、それに関連するデータベース、あとは、解析の、今日は講義というスタイルなんで、あまり深くはちょっと触れられないですし、あと、いつも僕らがこうやって喋ってる時も解析結構負荷が大きいので、なかなか触れられないんですけど、その解析のところもちょっと、お話しさせていただけたらと思ってます。で、今日の資料は、今回皆さんこのページを見て多分申し込まれたと思うんですけれども、僕らのその講習会の名前がですね、AJAXKJCS っていう名前になってますけれども、このアジャックスの、今80回目のアジャックス80で、Google 検索すると、このページに、気づくことができまして、で、実際に開くとこのページですね。で、このページの下の方を見ますと、ここの辺にプログラムがありまして、講義資料は以下のページをご覧くださいってなってまして、講義のその実際のページがここの GitHub の方に、あります。で、私はこの3番目の中里というところをクリックしますと、こういうふうになってまして、今日皆さんのお手元に行っている資料はここの何とかかんとか PDF っていうここをクリックしますとダウンロードできますので、例えば他の方にご紹介したりとか、あとは今日の資料をなくしてしまったとか、あとは紙は邪魔だからオンラインでいいやとか、そういう方はですね、ここの PDF を落としていただければまた見ることができます。でまた、その内容をですねちょっとダイジェストにしまして、下に、なんか書き下したものもありますので、こちらも参考に、していただければと思っています。自己紹介を若干、挟もうと思うんですけれども、これは最初のところに安藤さんのお話ししたんですけど、これは皆さんの興味したところに入ってないんですけど、年表になってまして、僕らこういう、ライフサイエンスのデータを統合するような仕事をもう十何年もやってまして、2000年ぐらいにミレニアムプロジェクトってのがあったわけですけど、3年3セットとか5年2セットで予算が切れてどんどん新入国データが出始めるので、それをレスキューしましょうというので、僕らのセンターができて、最初に安田さんが実際にデータベースアーカイブってあるわけですけど、僕らは勝手に AI グループと言いますけど、ちゃんとこう収めるところに収めて並べられるようにするというのも仕事をしています。で、僕らのセンターというのはこのロイスという情報システム研究機構と同じ組織にありまして、でこの DDVJ というのが出てくるんですけど、次世代シーケンサーとかのデータをこの DDVJ が集めています。でこの DDVJ を集める仕事、僕らはそれを活用するという仕事をしています。で、自分自身のことを言いますと、別にコンピューターの人間ではなくて、もともと魚の遺伝子クローニングをやってたんですけど、その後実験に挫折して IT 企業に行ったものの、IT バブルがはじけて、ちょっと路頭に回ったところにもセンターに拾われたみたいな感じのバックグラウンドでございまして、で昔は、このうなぎを使って、うなぎって淡水海水両方生きる魚なんですよ。鮭とかマスの逆で、卵を海で産んで、川に登って座って産卵するために、海に下るっていう鮭とマスの逆なんですけど、うなぎを使ってその淡水海水どうやって、両方行くんだろうっていうのを、例えば、海水の時に、どんな遺伝子が出ているのか、ちょっと狙った遺伝子があって、その組織がどこに出ているのかというと水道とか腸に出てますねとか、あとはこの淡水から海水に持ってた時に、6時間1日2日なのかで、上がコントロールしたら微細な遺伝子です。その、上と下の濃さの比較をするんですけど、ちゃんと淡水から海水に持ってた時に、1日2日でここという遺伝子が出ますねみたいなことをして、で、私の探してた遺伝子はこうなんですけど、こっちが口ですね、こっちがお尻の方ですけど、流れていくと、この絨毯3、4っていうのを腸の中にあ
出すと、それとカルシウム、海水中のカルシウムマグネシウムとのついついて沈殿を受けるから、で水っぽくなるので水を吸収できますねみたいなのを修士の2年生の2月ぐらいに、モデル提案して購買さんよろしくって言って、卒業したわけですね。なんですけど、まあ、そういうようなことをやってました。で今何やってるかというと、NGS の、 そのデータベース周りの構築みたいなのをやってるわけですけど、まあ、一言で言うと、今の私の仕事っていうのはツールとかデータのリサイクル事業をやってるということになっています。でなんでこんな自己紹介してるかっていうと、まあ、その昔はこうやっていわゆる薬品を混ぜるとか遺伝子探すっていう実験をしてた人なんで、まあ、そんなにその今日割と呪文がたくさん出てくるんですよ。コマンドっていう、どういうなんですかね、コンピューター上でこういう命令を入れるとこういうふうに仕事してくれますみたいなのが出てくるんですけど、それは、別にその恐れることではなくて、まあ、世の中今資料がたくさんあるので、まあ、今日もお話ししますけど、それをコピペして、やればできるようになるので、まあ、あまり指だけで聞いてくださいっていうことです。で、まあ、本題にありまして、まず受精卵検査っての NGS って何ですかっていう話なんですけど、まあ、NGS っていうこの3文字略語だけが今一人歩きしていて、日本語よりも中で受精卵検査とか新型精検査っていうふうに、言われています。英語でもそのニュージェネレーションとかネクストジェネレーションとか、まあ、マシビーとかなんとかのことが書かれてるわけですけど、私は昆虫採取の資料で、ここに新しい昆虫採取案内ってちょっと古めの本があるんですけど、これ昭和46年に出て52年改訂で私が生まれたくらいなんですよ。でこれは新しい昆虫採取案内なんだけど、これ以降に新しい昆虫採取案内っていう本出てないんですよ。だから今これが最新の昆虫採取案内っていう本なんですよ。でこれもね、新型シーケンサーって言っても言って久しいのですけど、まあだいぶ古くなったのになんで新型なんだろうっていうふうにまあいろいろ言われるんですけど、まあいつまでたっても新型でして、もうちょっと分かりやすいというと、これ新大阪って駅なんですけど、新大阪って新幹線が通った時でしたから、1964年にできた駅なんですよ。まあ、この辺は新横浜とか新川崎とか新の続きがありますけど、で、今でも新大阪っていう一番最新の大阪の駅なわけですよ。最新のっていう方もしてほしいんだけど、だって第2新大阪とか第3新大阪って出てきてないから、いつまでたってもこれが新大阪でして、で確かにその私の論文とか書くと、そのもうニュージェネレーションがじゃないだろうとかネクストジェネレーションじゃないだろうって言われるので、まあ、例えばこのマッシブリパラレル DNA シーケンシングとかハイスルーブッド DNA シーケンシングって書きなさいって言われるんですけど、このマッシブリとかパラレルとかハイスルーブッドもこう割と比較の語じゃないですか。だからその本当だったらなんかこの上このマッシブリとかハイスルーブッドのスーパーとかフルとかつけなきゃいけないような気がするんだけど、でも一応これでレビューは許してくれるので、まあ、一応そのハイスルーブッド DNA シーケンシングとか RNA シーケンシングで、例えば放送のニュージェネレーションシーケンシングとか LGS でもうそれから最初に LGS って書いて、まあ、略語で貫くというような書き方で、まあ、ちょっとごまかしているわけです。まあ、これはちょっと言葉の話なんですけど、じゃあ実際に何が新型かというと、私がその実験した時っていうのは、この変形様式っていういわゆるデルタの時代になりまして、横がどうですかね、40何センチですかね、縦が75センチぐらいのガラス板に、まあ、ゲルを入れて、で2000ボルトぐらい電圧かけて、46年 GADC、ダイオシーフォームね、その、ダイオシーのヌクレオシーを入れて、まあ、PCR 反応させて、でそれを原型として、で長さでこうやって、まあ、分かれるので、ね、こうしたから、例えば TA、C、G、A、G っていうふうに読んでたわけですよ、ここね。で、こうやって、昔は、私の時はさすがにこれを機械で読んでくれたわけです。
ですけど、昔は、さらに放射線でもってこういう大量物質をやっていて、でフィルムに焼いて、でちょっとお前呼べって下からこう読んで、さっきね DAG して DACGG なんとかかんとかっていう面のこの辺のやつをこう書き取るっていうことを言っていたんですね。だから、今でもこうやって、シーケンシングすることをベースコールっていうんですけど、そういうのはここからしてるんですけど、まあ、ではその連携の式っていうのでやってました。で、先ほどちょっとゲノムプロジェクトの話を口走りましたけど、その時はこのキャビアリ式ってなって、ガラス管の中に、まあ、DNA をこう流したりこう電話使っていたな、やっぱりそのチューブって引きながらレーザーを当てて、で、その光り方で、ベースコールをしているわけです。で、じゃあ、現実はどういうことをしているかっていうと、平たい、ガラス板があると思ってください。で、そこに、まあ、DNA の断片が埋まっているわけです。いろんな、たくさんこう、植わっていると。で、1塩基ずつ伸ばす反応をして、でそうすると、まあ G とか A とか D とか C の、どの塩基が来たかで、まあ、光り方が違うと。でそれを今このスポットで表現しているわけですけど、で、1塩基伸びたらバシャッ、次が伸びたらバシャッ、3塩基がバシャッってこう伸ばすごとに、まあ、写真を撮っていると思ってください。そうすると、ある一点だけ見つめていると、光り方が違うから、例えば G とか A とか D とか C っていうふうに分かるわけですよ。で、この点が多分100万とか1000万とか1億とか、すごいたくさんの点があるので、そういうところでもって並列っていうふうに言っているわけです。なので、ちょっとこの下にどのくらい取れるのかっていうのは書いてるわけですけど、これは48円の、まあ、GABC で4で割って12の、大体750ベース1本読めるから、1本750ベースを、12個で大体9000ベースぐらい、1回の実験で読めますと。で、キャピラリ式は、ワンレーンで500ベースが読めるのが大体96レーン読めるから、横でのまあ5倍ぐらいですかね、4万8000が延期ぐらい読めましたと。で、リスナーの場合は、大体300ベースぐらいのやつが、この場合だったら2500万個ぐらいの点が埋まっているので、全部で言うと15ギガだから、ちょっと割り算すればいいんですけど、ちょっとにわかには、まあ、割り算できないんですけど、1万倍でいいのかな。まあちょっと、後で落ち着いて割り算していただければいいと思うんですけど、まあとりあえずその昔の原理経路とかキャピラに比べてかなり大量に塩基数が読めるっていうのが、まあ、この受賞式 MGS の、特徴になっています。で、この MGS っていろんなことができるというか、いろんな目的で使われています。いろんな目的っていうのは、まあ、例えばゲノムを決めたりとか、でゲノムの微生物とか、真核とかですね。で、あと、遺伝子の、発現解析をしたり、昔マイクロアレイでやっていたようなのをやるのが、例えば RNSX ってあるんですけど、やりたいとか、であとは、転写因子を決めたりとか、スニッパ解析をしたりとか、あとその土とかだったり、水だったりの中に入っている微生物群をもうまとめて、NGS が来る、メタゲームとかをやりたいとか、まあ、いろいろあるわけですね。で、何をやりたいかによって、どのくらい一度にシーケンシングしなきゃいけないのかっていうのが、まあ、決まってきまして、それがまあ、この辺の総延期数と書いてあるわけですけど、まあ、一般的にその真核生物のゲノムとかが、まあ、必要とされる延期数が多くなっていて、というかですね、あとまあ、微生物とかだと少なくですね、とか、っていうふうになってですね、これは、昔細胞工学のベースアスで出てた、まあ、ところからちょっと持ってきてるので、もうすでに情報がだいぶ古くなりつつあるような気がするのですけど、これでまあアップデートがないのでちょっと今これで分析してますけれども、で、それによって、どのシーケンサーを使えばいいのかっていうのが、まあ、大体決まってきています。で、たくさん読みたいという時は昔はハイスペックってイルミナでハイスペックってあったんですよ。これもだんだん、
今の言葉で大枠になってきて、今あとノバセックっていうのが、まあ出てきていて、新しい機械が出てきていて、まあ、これで大体、読むみたいな感じになってます。で、まあ、これだとたくさん読まないといけないので、そんなにデータ量いらないですよっていうときは、例えばマイセックっていうのとか、まあ、あとイーブントレントとかで、まあ、読むっていう、これちょっと作り取りに乗れるやつですね。で、あと、長く読みたいっていうのがあって、それだと、マックバイとか、あとはクソードマンポン見ないのとかが長く読めるんだけど、並列は少ないみたいな、まあ、感じのになっています。で、ちなみにですね、実際のシーケンサーのがどんなかっていうのが、こっちの GitHub でも入れてあって、これがまあハイセットで、そうですね、この円台に乗るくらいの大きさですかね。で、マイセックだとこの円台の半分くらいの大きさでしょうか。で、これもまあだんだん古くなってきて昔のバックバイブなんですけど、これは僕ら仲間内の平家マシンって呼んでて、人間一人が入るんじゃないかぐらいの大きさだったんですけど、最近の機械だともうちょっと背の高い、私が中に隠れられるぐらいのこう、箱を用意すればそういうくらいの大きさのが、まあ、バックバイブで、機械が、あったりしています。で、もうちょっとなんか詳しいシーケンサーの、物理感動するというんですかね、これも2016年時点ではちょっと古くなりつつあるんですけど、先ほどの、このリードの長さと、あとはそのどのくらいリード数が出るのかっていうのを、まあ、これちなみに体勢になっているのはちょっと注意事項なんですけど、まあ、グラフを超えたので、まあ、興味ある方は、まあ、ちょっと見ていただければと。という感じで、まあ、シーケンサーもいろいろありますよっていう話でした。で、じゃあ実際にそのデータがですね、どうなってるのかっていう話をしたいと思うんですけど、データベースというと、まあ、生命科学系だと、もう2大有名データベースがあって、まずはパブメドって、先ほど山本さんからも話しありましたけど、論文の、まあ、データベースがあって、今3000万人くらい入ってるのかな、入ってます。まあ、これ論文データ。あとは遺伝子配列のデータベースというか、検索ツールが、検索サービスがこのブラストっていうのがあって、私が学生だった時もこのパブメドとブラストを盛んに使って、実験を行っていたわけです。で、これもちょっと分かりやすいのを述べるとこんな感じになっていて、まあ、例えば私昔に投げられてたんだけど、うなぎの遺伝子配列を見つけましたっていうと、それを、まあ、NCBI とか EBI とか DDBA に登録をします。で、それを検索するのが、まあ、ブラストっていうシステムがありますよっていうことです。で、論文書きました。で、そうすると出版社が NCBI にデータを送るんで、まあ、メドラインっていうデータベースに入って、で、それを検索するパブストを見られるパブメドっていうのと、あと全文見られる PH っていうのがあると。で、同じように次世代シーケンサー NGS で、まあ、何か解析をすると、それをやっぱり NCBI とか EBI とか DDBJ に登録をします。で、それがシーケンス利用学会で略して SRA って言うんですけど、そういうデータベースに、どんどん今貯められています。で、それに対して、まあ、検索システムがくっついているという感じになっています。 SRA です。で、その辺あたりをもうちょっと残る最初の出したくなんですけど、まあ、NGS にしても何にしても今生命科学系の、まあ、いわゆる DNA 配列に結びついたデータっていうのは、この ISDC っていう、インターナショナルニュクレオタイドシーケンシングデータベースコンソーシアムだったかな、このアメリカの NCBI っていうところと、あとヨーロッパの EBI っていうところと、日本だと遺伝系の中に DDBJ っていうところがあって、ここがデータを集めて、で、まあ、例えば NCBI で登録されたデータっていうのも、この3社でデータを交換し合っているので、 DDBJ で検索ができるということになっています。で、ちなみに僕らここにいて、で、この DDBJ と同じ組織なので、こっちは集めるの頑張ってもらって、で、僕らは、検索するところは頑張ってるっていうのは、まあ、先ほどちょっと
で今どのぐらいデータがあるのかっていうのが、お示ししているんですけど、今どのぐらいデータがあるのかっていうのは、このこれも縦軸に対するんですけど、ここを見ると2つ数字があります。下のところオープンアクセスベースって書いてます。でこれを見ると、1K ベースくらいかななってまして、これの12K だと思うと 1.2K かな。で、コンピューターボールと13ペタバイトぐらい来たベースが、入っているということになっています。で、ここの後ろのグラフは音楽のために、確か作り直したやつで、ここの吹き出しは直してないんで、ちょっとここの数字がずれてますけど、これ私2ヶ月か3ヶ月前に同じ話をしていて、その時よりこう増えているので、3ヶ月で1ペタぐらい演じ数で言うと増えていくと。でそのベースでどんどん演じ数のデータが、集まっていくということになっています。で、じゃあこの上にトータルって書いてあるんだけど、何が違うのっていう話なんですけど、個人情報とか、まあ、人のデータっていうのがまた別に、あって、コントロールアクセスデータっていうんですけど、ものがありまして、そんな個人情報と結びつかない、誰でも使っていいですよっていうのがこの下のオープンアクセスで、個人情報とかと結びついているコントロールアクセスも含めると、この上の32ペタ3.2Kですよね、っていうトータルの、まあ、平均数があるという形になっています。で、まあどちらかというと理学部系の情報なんですけれども、そういう今回ですね、個人を特定される可能性のあるような、塩基配列とか表現系データに関しては、日本でも GAGA っていう、仕組みでまた別途集められていて、で、まあ、今日の主催のところでは NBDC、JSP の NBDC で、一応まあ、案内っていうか、利用とか登録の受付みたいなことをやっていて、実際の、データを貯めるのは DDBJ の方で、まあ、やってるという感じになったんですけど、もし登録したいときは、この NBDC の基礎データですっていうところに行ってもらって、あとこのチラッと見えてますけど、この中にはコントロールアクセスのデータとして、まあ、いくつかありますよっていうのが、この場合だと119件ですね、入ってるわけですけど、まあ、普通の、まあ、これからお話しする SRA とはまた別に、人の個人情報も入ったようなデータというのは、この NBDC で見てもらって、で、まあ、ここで使いたかったら NBDC の方に使いたいですっていうふうに、言っていただくと、まあ、ここからの利用許可の、ライセンス関係の話がちゃんとなされて、ダウンロードして使えるような形になると。いうような仕組みです。で、じゃあその一般的なオープンアクセスの方の検索がどうなっているかっていう話でして、先ほどお話ししたように、アメリカの NCBI とヨーロッパの EBI と日本の DDBJ と、まあ、3つで集められていて、で、各々の検索エンジンというのを持っています。で、とりあえず今どんな感じかっていうのを、まあ、お見せだけ。するんですけど、まず、NCBA に行くと、まあ、こんな感じで、まあ、ペラペラペラと書いてあるんですね。で、EBI はこういう表現して、まあ、どんなデータがあるのかっていう、ようなスタイルになってるわけですけど、ちょっと今アクセスしましたら、EBI の方のこのシステムを作り変えてる最中なので、もしかしたらこの画面で紹介するのは今回は伝わるかもしれないんですけど、例えばこうやって表形式で、まあ、ダウンロードとかができるようになっています。で、DDBJ はどんなかっていうと、こんな感じで、ここにまあどんなデータですかっていうのが書いてあって、でここに実際のデータへのまあリンクがあるみたいな、形になってあるんですけど、ちょっとだけ実際のサイトを紹介しますと、例えばこれオリザサティバで、検索するとこんな感じで結果がバーッと出るわけですけど、
なんか同じタイトルのがこれも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 ずらーっと並んでて、一体どれをまず見るべきなのかっていうのは若干こうもう分かりにくいみたいな気質になってます。どうしてこうなってるのかっていうのはこの後説明します。で、 EBI の方は、こういう、最初はこういう感じの入り口で検索していくわけですけど、ここに新しい、検索システムはこっちだよって書いたので、こっちをアクセスすると、ですね、やっぱりいいねで検索するとこんな感じで出てきて、サンプルがちょっとスッキリしていますよね。で、ここになんか実際に何が書いてあるのかっていうのはなんとなく、まあ、分かるのですけど、ここにこうスタディなとかって書いてあって、ちょっと謎の文言があって、でよく見るとここは TRP なとかって書いてあるんだけど、ここは PRJDB なとかって書いてあって、なんか ID タイプが2つあるけどどうなってるんだろうみたいな、感じの結果にはで、何回も言うのかというと、これこれこんな感じの実験をしましたよみたいなのが書いてあって、下に向かってやっぱり広がって、で、これちょっとまだ私も なかなかあまり見切れてないんですけど、まあ、なんかいろんな、この場合だと5パターンのどういう情報が、あるらしいなっていうのは、そうですね、はい、っていうような感じになってます。で、ここからデータとかも、ここに FTP って書いてますけど、ピッてやると実際のデータとかが落とせて、この後解析の話しますけど、まあ、実際に自分のマシンで解析できるような、格好になってますね。で、これが DDVJ の方で、やっぱりいいねって言えると、実際のリストの画面がこうやって出てきていて、でこの辺の角度にすると、先ほどお見せしましたけど、まあ、タイトルがあって、どんな実験しましたっていうのがここに記述されていて、でここに、データへのリンクがあって、でこのファストキューっていうところを、まあ、クリックすると実際のデータが落とせて、まあ、自分のマシンで解析できるようになっています。でちなみに僕らが作ってるのもあって、DBCSSRA って言うんですけど、ちょっと画質を意味に検索できるようになっていて、生物種で絞り込むとか、あとは、目的別ですね、まあ、例えばスニーク解析したいのにメタゲノムのデータとか混じってるとちょっと見なくていいのに、余計な見てめんどくせえなってなるので、目的別に絞り込むような、形にしています。で、実際に検索した結果がこんな感じで、まあ、どんなタイトルで、入っていて、で、まあ、付属情報もこの下にくっつけて、なるべくそのデータをこうガチャンとして一画面で見れるような、ものにしています。で、さっき UCBI のサイトがすぐ見にくかったんですけど、どうしてかっていうのがこれで、実際にデータベースに登録されるときに、シーケンサーが出てきた配列だけじゃなくて、まあ、リードかリードだけではなくて、どんな実験をしたかっていう情報も書くんですね、登録のときに。で、その、実験情報のパターンがいくつか、まあ、パターンというかタイプというのがいくつかあって、どんな実験をしましたか、まあ、例えば100種類の昆虫ゲノムを決めますプロジェクトとかいうのがあったとすると、そのプロジェクトの中身がここにこう書かれるんですね。で、実際100種類読んだ実験、リードの情報、まあ、例えばゲノムのシーケンサーを使いましたとかいうのがここに書かれるんです。で、その100種類の昆虫の情報がサンプルとして書かれて、であとはその実際のデータのファイルがあってっていう感じなんです。で、
さっきの NCBA だと、このプロジェクトも実際のその試験、試験サーとかの情報も一緒くたにバーッとリストされてしまったので、なんか同じタイトルがたくさんついてて、どういう意味か分かんないっていう格好になったわけです。で、他の例えば EBA とか DDBJ だと、このなんか100種類読んだの、100行読まなくていいわけですよ。もうなんか、とりあえず今知りたいのは、100種類読む。決めます。プロジェクトのプロジェクトについて知りたいので、ここにですね、これじゃないか、違う。これも最初の画面でして、まあ、例えばどうしようかな。そうするとここに、フィルターアドバイっていうのが出てきて、あなたが調べたいのサンプル情報ですか、それともスタディプロジェクト情報ですか、それとも個々の実験ですかっていうのが DDBJ で出るので、でこの後でスタディってやって絞り込んであげると個々のリストがスッキリするっていうことになっています。今のちょっと例え話で言うと、まあ、例えばもうほぼ夕方なので、これが終わるとちょっと、まあ、今日金曜日だし飲みに行こうかなと思うわけですよ。で私はあんまりマイクをしないんですけど、まあ、たまたまこの辺にワイン屋があったとするじゃないですか。で入って、ワイン飲みたいですって言ったら、ワインバーだと当たり前なんだけど、ワイン飲みたいですって言ったら、多分店の人はどれにしますかって言うわけですよ。でどれにしますって言われたって、こうボトルが並んでたって私は分かんないわけですよ。でどうしようかなと思うわけですけど、決め方がいくつか多分あって、まあ、例えば 白にしますか、赤にしますかとか、国産にしますか、フランスにしますかとか、ちょっと詳しくなると、ブドウの品種とかあるじゃないですか、ピノノワーとか、カベルネ・ソーヴィーヌとかありますね。で、大体ワインの分かる人っていうのは、そのブドウの品種を聞くと、こう、すっきりなのか、どし入れなのかが分かるわけですよ。で、こういうのが、まあ、実験情報に当たるわけで、こういうなんか例えばワインデータベースがあったとして、どこの産地ですかとかブドウの品種は何ですかっていうのでデータを絞り込んでいくわけですね。でもうちょっとざっくり言うと、例えば赤でもこのやつとか言うと、中身のクオリティでまあ足切りするような、まあ、過去になるわけですけど、まあ、今回の場合はこういうメタデータ、いわゆるこういうのメタデータっていう付属情報のメタデータなんですけど、こういうので、まあ、絞り込みを実際の自分の欲しいデータにたどり着きますっていうことになっています。で、先ほどこれで、お話をしたんですけど、今ちょっと事情がさらにややこしくなっていて、今お話ししたのはここの話ですね。ここの話なんですけど、昔から実験されている方だと、例えば遺伝子配列解析、遺伝子発現解析とかだと、マイクロアレイっていうのが昔あって、でマイクロアレイの遺伝子発現解析のデータっていうのは、アメリカの NCBA だったら GEO っていうところに入ってたわけですよ。で、NGS っていうのは手段、どんな機械っていう話だから、NGS のデータはこの SRE に入るだけれども、この目的ということからすると、遺伝子発現解析だと、ゲオにもデータを入れるのが数値なわけですよ。じゃあ、どっちに入れたらいいんだろうってなったら、結局両方入ってるんですよ。要するに、遺伝子発現解析だったら、NGS のデータベースである SRA とゲオにも両方入ってるし、であとは、ゲノムを決めたいっていうときは、最初に NGS で読みましたっていう部分は、この SRA に入っていて、で、つないだ配列情報っていうのは昔のジェンバーとかエモルバンクとかリリビジェバンクに入ったわけですよ。で、となると、同じ、例えばゲノム決めますプロジェクトっていうのがあったとして、それは NGS のデータベースとその配列のデータベースと共有になってしまったので、今はそのプロジェクトのところはバイオプロジェクトっていう外出しになっていて、あとサンプル情報はバイオサンプルっていうのが外出しになってるっていうのが正式なんですけれども、
まあ、とりあえず今は概念としてこうやって、どんなプロジェクトがあってでその中でどんなシーケンサーとかを使って読んだっていうのとあとサンプル情報がこれでっていうのが別個入っているっていうふうに思っていただければよくて、で多分今お話聞いててこいつは今何を言い出したんだろうってなんかややこしいなって思い始めたと思うんですけど、実際その通りでございまして、こういうのはシステム側の問題でこんななんか分かれてるっていうのは別にユーザーが気にする必要が本来なくて、データベース側で頑張ってなんかそのフィールドがあって、例えば生物種これでシーケンサーこれって言ったら別にこういうの気にしなくても検索できる世の中がハッピーだと思うんで、まあ、僕らもそういうのを目指してデータベースを作っていこうと思ってますので、まあ、とりあえず、今これ、で説明しちゃったんだけれども、より深く詳しく知りたい人は、実際はこうなってますよっていうエクスキューズのためにちょっとややこしい話も、まあ、させてもらいました。ちょっと飛ばしまして、ちなみに今シーケンサー、NGS のデータがどうなっているのかっていうのが、この中で、太いのが、トータルの、変数で、これ今2019年8月だからもうちょっと何ヶ月かありますけど、プロジェクトの数でいうと20万だというね、20万くらいの、まあ、プロジェクトがあって、で、これが日本であるんですよね。コードゲームはこの青い線 でこの紫の線はアザーなんで、まあ、ちょっと頑張っといて、で、前はですね、そのここの下になんか2つ線を争ってますけど、もともとトランスクリプトムがアザーを抜かせば2位だったんですけど、最近、メタゲームなんですね、メタゲームが抜き始めてちょっとこうメタゲームに来てるぞっていうのが、私もちょっと思ってるんですけど、まあ、メタゲームの話はこの後も私の森さんがお話しされると思います。で、シーケンサーの方はどうなっているのかというと、長らくこのハイステップ2000っていうのが、たくさん使われていたわけですけど、最近マイステップが逆転しまして、これなんかちょっと線が不思議な挙動をしてますけど、ここがなんかジャンプアップしているところなんですね。私の作っているシステムが、ちょっと不具合を起こして何ヶ月かデータが更新できなかった時でございまして、その原因で計算方法をちょっときちんと動くように直した時に何かが計算手法がこう変わったためにジャンプアップしているのか、実際にこんなにデータが登録されているのかっていうのはちょっと今まで確認できてないんですけど、まあ、とりあえずこの最近だけ見ると MySEC っていう機械があって、抜きました。であと PySEC 2400っていうのがどん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 猛追していて、この傾きからするとのいずれ抜くだろうなという感じがしてるわけですね。でも、この PySEC シリーズはもう多分いろいろな人はサポートしなくて、この NEXTSEC とか NOVASEC とかそういうのが最近近いで、もう最近外人に出すと PySEC 先生そっちの方で読むようになっているはずです。で、ロングリードでいうとこのバックバイオとかが、まあ、昔はこの辺の下の方にいたんですけど、どんどん上の方に上がってきています。でバックバイオの新しいやつのシークルってやつで、まあ、そのシーケンサーが出てから実際に使われてデータが出て登録されるのがタイムラグがあるので、最近の機械が、まあ、なかなか、ここのデータベースに反映されてないっていうのはあるんですけど、まあ、こういうような、まあ、状況になってきています。であと、一応僕らのシステムからすると、この論文から NGS データを検索するっていうのをやっていて、こういう論文があったら、その論文の中でこのデータについて触れてますよっていうのを表示して、まあ、出しているので、まあ、例えば、あ、そうですね。まあ、例えば昔だったら本当にこのデータ使えるんだろうかっていう話と、であとはこのデータから何が出るのかっていうところを
気にするわけですけど、こっちのこういう論文がありますよっていうのを見ることによって、まあ、実際にこの人たちはこういうことを言っているんだとか、ちゃんと論文になるぐらい使えるデータなんだなんだなっていうのが、まあ、分かるような、まあ、仕組みを使っています。で、こういうことができるのも、ちゃんとですね、最近は、NGS のデータを、まあ、世の中にあるデータを落としてきて自分に解析して論文を書くっていうのがありで、まあ、例えばですね、ちょっと医学病院の話になっちゃうと、例えば胃がんのデータは自分で持ってるんだけど大腸がんのデータを取る予算がないっていう時は、世の中の大腸がんのデータを落としてきて、それと比較をして、で、なんか結論を作ってペーパーを書くっていうことが、まあ、できるわけですね。で、そうでなくても自分で、取ったデータについても DBS に登録をして、こうやって番号を書いて番号をもらって、で、私たちのデータはここで見られますよっていうのが、もう今雑誌のリクワイアメントになっているのが結構多くて、で、他の人が出したデータでこうやって、まあ、書いてあげると、まあ、例えば自分が取ったデータを他の人が使ってくれて、で、なんか結論を出してくれたりすると、こう自分のデータが、人の役に立ったっていうところもあるので、ぜひこうやって、まあ、リスペクトしていただけたらなというふうに思っています。で、あとは、どこにもちょっと飛ばそうかな飛ばします。で、あと、生物種からの原作っていうのをちょっと頑張ってるところがあって、今から変なこと言いますけど、NGS データを検索しようっていう時にオリザサティバって入れて検索すると、コンピューターはオリザサティバのデータしか出さないんですよ。当たり前ですよね。当たり前なんだけど、皆さんご存知のように、まあ米ってインディカとジャポニカと、あと実は掛け合わせとかがあって、オリザサティバしか出ないと掛け合わせのデータって出てこないんですよ。まあ、なんだろうな、テキストマッチであったら、まあ、入ってるから出る時もあるんだけど、こうやってなんかタキソナミ ID で検索しちゃうと何のこと出なくてですね。で、今このタキソナミ のデータがウィザサティバの下にインディカジャポニカ掛け合わせっていうふうに階層構造になってるので、下の方も見ますっていうチェックを入れると、こうやって下の方も見られるような、検索ができるように、作り込んでいます。で、あと、自分の昆虫好きだから昆虫のデータとか探したりするわけですけど、あまり当然って怒られるのが入ってなかったりするわけですよ。例えばアゲハチョウって入れるんだけどないっていう場合があって、また少ないっていう場合があるから、じゃあちょっと、検索範囲を広げて、パピリオゾウだったらどうかなとか、アゲハチョウ科だったらどうかなとか、じゃあ臨死目だったらどうかなって広げていきたいっていう場合が、特にヒーモデルだったらあって、でその場合だったらここに今ウリザサテルが出てるんですけど、これがウリザの下ですよってここにあるので、ここをクリックすることで、まあ、1個上の、階層に行って下も全部検索するっていうことで、もうちょっと範囲を広げるっていうようなことも、まあ、してもデータバージョンで作り替えてる途中なんですけど、やっているところです。っていうのが、検索のところでして、データの解析のところも、ちょっと述べたいんですけれども、先に概略だけ言おうかな。簡単に言うと NGS の解析っていうのは、ジグソーパーズと一緒なんです。配列がパラパラパラって200とか300とか、まあ、場合によってはもっと長く短かったりしますけど、その断片をつなぎ合わせて長くするっていう作業だから、ジグソーパズルと一緒でして、で、この辺のマッピングとかゼノバステンプっていうのがピースをつなぐっていう作業になります。で、ここの違いは何かっていうと、マッピングは例えばゲノムにマッピングするわけですけど、ゲノム配列があって、あ、ここだなって言ってそこのピースを置くっていう作業がマッピングです。で、デノバセンブルっていうのはそのピースの形だけを見て、ここは形が一緒だなってピッてつなぐ、下絵なしがこのデノバセンブルです。だから、マッピングは下絵ありの実装を重ねて、デノバセンブルっていうのは
主体なしのピースの形だけで繋いでいくっていうのがこのデラバースのということになっています。で、ツールがいくつかあって、昔はトップハートとか使ったわけですけど、最近はこのハイサートツールっていうのと、あとこのストリングタイっていうかな、で、やったりします。で、あと、つなぐ、このレノボでやるとトリニティっていうのが、よく使われています。で、あと昔は、ゲノムに対してマッピングするっていうツールしかなかったんですけど、最近は CDNA とかトランスクリプトに対してマッピングするというか、とか、サーモンっていうプログラムを、まあ、できています。であとは、スニーカー検出の場合は1延期の0が重要だから、もうちょっと、時間はかかるんだけど、精度が高い、VWA とか、ノースウェイズのツールが、あるというような、格好になっています。参考リソースを、紹介しますけど、まず、実験をやる人向け、実験をやる人向け、どういうふうに試薬を混ぜてどういう反応をさせてみたいなのが、載っている本がこの次世代試験数解析スタンダードっていうのを5年前にもあるんですけど出た本があります。今日はレビューズ持ってきましてこれです。ちょっと熱いんですけど、例えばどんな試薬を入れてどう混ぜてっていうのがこの本には載っていて、で、また目的別にキーモデルだったらどうこうとかトランスクリプトの転写制御とか、環境進化、生物資源とか、そんなのが、メディカル・クリニカル・シーケンスというページもあったりします。で、次がこれで、データ解析のところを詳しくっていうのは、このドライ解析標本で、これも4年前に出た本です。で、これの画期的なところというのがあって、これ私が勝手に使用したんですけど、中身はどんなかっていうと、ちょこちょことだけこれから喋るとは喋りますけど、呪文がいろいろ書いてあったりするわけですね。で、この呪文をやると、こういう結果が出て、次は合わせてこうしてっていうのが書いてあります。で、画期的なところというのはこれですね。例えばこの、アグレミセイコの章は、訪問兵器さんが書いてるわけですけど、初心者として、曲がり方に向けられてしまったのは大門さんの奥さんで、初心者だよなってことを使って再現やるからやってみろってやらされるわけです。でそうすると、1日目デビュー賞を読んで理解するの意味が全然わからない、赤裸々に書いてるんですね。でずっと行くと、なんとかできましたとかいうのが出てくるんですけど、なんとか最後まで続いたみたいなのが、この辺に書いてあります。原稿料が入ったら夫に美味しいものを食べて連れてってもらおうと思いますっていうぐらい大変だったという感じで、要するに、普通こういう本があると、これちなみにこの現物なんですけど、こういう本があると、なんか難しいこと書いてあるな俺できねえよってわけですけど、初心者でも再現レポートがついてますのでできないとは言わせないっていう、読者にも伝わってしまうような内容になっております。でここまでは多分そう載ってるんですけど、来月第2版が出ますので、これ多分皆さん当時農学部だからこれ買わない方がいいと思います。こっちの新しい方がください。っていうのは、これどっちかっていうとメディカル向けなんです。で、ここは農業大学だから、そのいわゆるヒーモデルとかメタゲとか農学病院とかはこっちがたくさん載ってますし、あとその塩先生もメタゲとか書かれているのでこっち買ってください。でこれが12月の12日発行って書いているので、私もまだ現物見てません。多分来週の植物学会とかで売り出すと思います。でこれも同じように作るようになっています。でごめんなさい、これも載ってないんですけど、RNSF 遺伝子発現解析の場合は、これ用語としたんですけど、鉄板レシピっていう似たような本が
やっぱりうちの同僚のボーノっていうのを書きまして、4950円で、売り出されます。これは今日発売です。私昨日理由を見つめてもらいましたけど、私もねちょっと書いてるんですけど、私の手元にはまだ現物がないので残念ながら今日お見せできません。で、アマゾンだと12月の4日発売ってなってるんですけど、もしかしたらここの製品になってるの、労働者のページを見ると今日発売ってなってました。でこれは遺伝子発現解析の RSF のデータの加速については、詳しく載っていて、目次がですねここにあって、労働者のページに行くとこの表紙で、データを入手するとか、発現を定量するとか、リファレンスゲノムのない生物で情報解析を使うとか、あとは、機能推定するというのを私が書きました。あと1細胞アレンセクの場合とかいう感じで、あとそのデータの登録についても載っています。おもろいところはですね、例えばRNA-seq の注意点、外注時のリード数、小分子、長分子の違いなどって書いてますけど、これは業者の人なんです。外注受ける業者の方にちょっと書いてくださいって言って、書いてもらいました。なので、ピロットデータを、なんかサンプルを取って送りつけると、これはちょっと使えないんですけどっていうのが、この辺に書かれているので、これを見るとっていうか、私も見てないから、大変できないんだけど、まあなんか注意点なんか書いてあったりすると思います。どんな呪文を唱えればいいのかっていう紹介だけをちょっとするんですけど、その環境構築とかはやっぱりうちのご飯っていうのはですね、生命科学データ解析っていうのも書いてます。で、あと、これの続編がやっぱりメディカルサイエンスから出てて、今日ちょっとキャプチャーするのを忘れたので、まあ、その辺をご参考にしてください。で、僕らの半蔵の講習会で東大のアグリバイブと一緒に、なんかこういう会議のレクチャーを1週間とか10日間とか缶詰してやったっていうのがあって、言いたいことはですね、それが全部今日もそうですけど、録画されていて、ネットで見られますので、これを見てですね、例えば私が Linux の使い方でその環境構築とか実際のプログラミングの基礎の基礎を8時間も喋ってもらうので、8時間を、これ YouTube 載ってますから、2倍速で見られますから、皆さんは4時間で、見られるというような場所になっています。で、それもしないところで、解析の話を、このようにやると、まずこうやって自分でデータを取ったりダウンロードしていったりしたりするとこのファストQっていうフォーマットになってます。でファストQってどんな場所こんなんです。1行目に書いてあるのがあって2番目に配列があって3行目は適当で4番目にクオリティーが載ってます。で今日ちょっとあれ忘れたんですけど、これ4行目がクオリティなんですけど、見ても分かんないんですよね。で、この A とか B とか、あと数字の部分っていうのはいいやつです。で、記号になってると悪いやつなんですけど、それをうまく可視化するのが、ここの、ファスト Q 絵文字で検索すると、こういうのが出てきて、これちょっと小さいんだけど、いいやつだとこういうニコニコマークが出ます。で悪くなるともうクソデータとか火がついたデータとか使うんじゃないとかこう赤裸々な、絵文字が出るようになってます。で、これは全部文字が違うんですけど、ダイジェストにしたこういう使うなとかダメだよとかクソデータとか、ニコちゃんマークというのが出ます。で、もし仮にこの辺を詳しく見たい方は、サントリーのファスト Q 絵文字で検索して、これに隠せると、これに隠せると、もうちょっときれいに出るようになっています。
で、ちなみに多分皆さんご存知のこのポスターフォーマットっていうやつで、これは永久配列を表現するものですよ。これはタイトルがあって、まあ、CK さんがアートなんで、CK さんがアートなんでっていうのは、まあ、仕組みになってます。で、これに対して、はい、文字内がこれなんですけど、これがクオリティチェックをする、ファスト Q のクオリティチェックで、ファスト QC ってやつですけど、まあ、なんか文字内があって、これ全体して、ファスト QC かけなさいよってやると、ここでクオリティチェックがかかります。で、へこいデータは指定しないといけないんですけど、そういうのはこういうのがあります。で、こんな感じで、ファスト QC かけると、こんな感じでクオリティが出て、まあ、この緑のところがまあいいところですよね。で、赤くなるとちょっと使えなくて、この辺の流されるみたいなイメージを、まあ、持っていただければと思います。で、申し訳ないんですけど、ちなみにマッピングはこんな感じで、呪文をかけていきます。で、こんな呪文は別にどうでもいいんです。どうでもいいんですってのは、私全部これ覚えてるわけではないんです。この資料を作るためにネット上とか、あと自分のメモを、そう、作ってあって、コピペしてるだけなんです。で、大体作り方がこういう、会社とツールっていうのをマッピングするためのツールなんですけど、あ、これ、皆さん取ったら打てないんだけど、ハッシュタグ2っていう、まあ、コマンドがあって、どのファイルに対してこれをかけますかで、あとその CPU 何を使うとか、こういうファイルとして吐き出してくださいねっていう作りで、マニュアルもあるし、まあ、日本語でもいろいろあるし、あと単にこういう本が出てるので、それを見ながらやればできると思います。で、これだけはちょっと言ってもらいたいんだけど、シングルエンドとドペアエンドで、これはちょっと理解した方がいいと思うので、もうちょっと時間をオーバーしてるんですけど、しゃべりますけど、まずシングルエンドっていうのは、こうやってなんかバーってリードがあって、シーケンサーにより、例えば 300ms 分とか決まってるんですね。だから、機械かけると、ここの 300ms 分っていうのがデータとして入ります。で、これは、まあ、重層バージョン、後でするわけです。で、うまいことこんなやつがいて、ペアエンドっていうのは、両サイドでも、この300ベースっていうのは機械が決まってるから、両端300を読むんですけど、同じ読むんだったら、ここのリードの長さも決まってて、端300読むから情報量が増えるっていうことに気がついたりされて、だからここ300、300で、よくかな、ここは900が開くんだけど、900ベースでギャップのある300ベース2つっていうデータの出し方ができます。で、これ何がいいかっていうと、この辺に例えばリピート配列とか N とかがあったりすると、シングルエンドでつなげると途中で分かんなくなっちゃうんですよ。片方からずっと端から例えば、つなげたりとして、なんか繰り返し配列が出てきて、どのくらい続くのか分からないとか、N がたくさん出てきて、もうなんか、その先がつなげられないっていう時があるんですけど、それがこの1500でカバーできる範囲と、ここにギャップがあっても、あ、ギャップってこのくらい、これぐらい入ってるんだなって言って、先つなげられるっていうので、向けられるので、やったりするわけで、よし。なので、ここで対象ファイルエンドが2つあるというのは、これ、ペアエンドだからこういうふうになっていると。で、シングルエンドだったら、ちょっとこの辺のオプションが変わって、まあ、なんか、ちょっと呪文が変わるんですけど、それはちゃんと後でマニュアルを見ればいいようになって。で、実際にマップするとこんな感じで、このリードがこの染色体の、どの辺あたりにマップされますよみたいなのが出て、ちなみに IGV っていうので、まあ、こうやって可視化するっていうようなこともよくできるようになっています。で、あとは、ちなみにその後は、この後だと、ここの、山がどのくらいリードがくっつくかっていう、まあ、山の高さって言うんですかね、高さとか深さっていうのをカウントすると、ここの遺伝子の発現量っていうのが分かって、でそうすると、まあ、私の例とか、炭水化水化水で上がった遺伝子っていうのが分かるから、その上がった遺伝子のリストっていうのを作って、ブラストで、どんな遺伝子だったか検索するとか、あとそのハンマーっていうので、どんな検索するって言って、
最初の現象とあとそのどの原子が上がったのかっていうのは解析が、なされていくというのが学校になっています。でまたチップセックとか、メタゲノムとかあるんですけど、メタゲノムは、まあ、上さんのお話するのでちょっと省略です。あと登録については、まあ、ここを見ると、DDBJ のところに、マニュアル ありますし、あとその登録のムービングが最近あったりしますので、まあ、これを見ていただければと思います。こんな感じで、いろいろ書き込んで登録をしていきます。 NJS のお話でした。ありがとうございます。